Hello! こんにちは。今日は名前を英語で聞き方についてちょっと話したいんです。よくね、日本人が May I have your name? って聞くですね。May I have your name? でもやっぱり May I have your name? はちょっとフォーマルしすぎる。普通の場合は。ちょっとあんまり自然じゃない。それより What's your name?の方が普通です。 May I have your name より May I have your name より What's your name より誰か名前知りたいときはその人に近づいて手を出して Hi, I'm Victor とか自分の名前から言うと向こうは親切な人だったら向こうは Ohはい、トシとか自分の名前言ってくれるんじゃない？だから今度は誰か、ね、名前知りたいときはもうちょっとソフィスティケイでもうちょっとかっこいい英語の言い方で聞きたいんだったら May I have your name じゃなくて What's your name じゃなくて Hi, my name is 自分の名前言うとそれでいい。じゃあそれだけ。See you tomorrow!